はい、どうも、こんにちは。今回ですけども、本日ですね、好記録祭りということで、金栗記念と世田谷記録会ですね、ここのところですね、トピックス中心にですね、好記録まとめていきましょう。まず、篠原選手がですね、1万メートルで27分43秒13ということで、日本選手学生歴代4位ですね、田澤選手、大迫選手、芽吹選手、篠原選手ということで、まあ、トップ4のうちですね、駒澤がこんなにいるというところですし、この3人はですね、まあ、同じこう駅伝つないだというか、箱根駅伝と2、3、4ですよね。今年の箱根駅伝2、3、4なので、ちょっとね、まあ、ぶっちぎりの駒澤の層の厚さという感じですけども、まあ、これまでね、28分41だったので、まあ、ここから約1分近く更新。もう学生ハーフでもですね、優勝して、その前のね、丸亀ハーフでもですね、日本学生新記録、日本選手学生新記録のハーフマラソン出して、まあ、今回もね、27分台ということで、まあ、レース展開もね、かなりこう記録が出るようなね、まあ、いい展開というかね、うまく外国籍の選手がですね、引っ張りつつというところで、最後もね、まあ、上がっていって、まあ、ちょっとね、太田智樹選手には負けてしまいましたけれども、まあ、とはいえね、本当に日本のトップだったりとか、外国籍の選手とね、渡り合っていくようなね、素晴らしい走りをね、してくれましたということで、27分43、素晴らしいなと思いますね。ちょっと語ってると長くなっちゃうので、どんどん行こうと思うんですが、まあ、留学生のね、選手、シュンギア選手も、レータク27分46ということで、まあ、自己新ですし、モゲニ選手もですね、アジア大学、留学間からアジア大学ですけれども、28分12。ということで、いい形ですかね。で、まあ、ちょっと篠原選手がぶっちぎりすぎるんですが、学生のね、他の選手もかなりね、良かったですよね。山崎選手ですね、日体大の2年生がですね、まあ、28分23ということで、自己記録をね、10秒近く更新してきまして、で、かつね、杉さぐみ選手もですね、先日ですね、6台の5000メートルオープンでは、最初ね、突っ込む走りを見せて、後半少し失速してしまいましたけど、まあ、ね、積極的に攻めていく走りを見せて、今回ですね、28分28秒。まあ、結構前半の方はね、本当に集団についていって、やっぱ後半ね、うまくというか、前がね、早すぎたというところもあったと思うんですけれども、しっかりね、自己記録を更新してくる28分28。そして、アジアの片側選手もですね、28分31ということで、28分半ばがね、ずらっと出てきましたね。素晴らしいなと。片側選手も調子いいですよね。学生ハーフのところで63分台で走ってる選手ですし、いい形で入ってきたのかなというところです。で、続いて5000メートルね、行こうと思うんですが、5000もね、すごかったですね。ムツク選手、ベット選手、エティーリ選手と留学生勢ですね。まあ、特にね、新留学生ね、東京国際大学の新留学生の選手がね、13分20秒台。まあ、5000メートルね、これ最終組、ムツク選手とベット選手、エティーリ選手はね、ちょっと違う組だったんですけども、まあ、東京国際の2人はですね、最終組、少しね、遅めというか、まあ、別にそんな、決してめっちゃスローってわけじゃないですけども、前の組と比べると遅いみたいな展開で、最後の叩き合いですよね。スパート合戦のところはすごかったですね。塩尻選手がポーンと出ていったんですけども、後ろからまたね、こう留学生の選手たちがね、ガガガッと追っていって、ほんと最後のね、スパート合戦。まあ本当に世界大会を見ているようなというか、スパート合戦はね、非常に盛り上がりまして、まあそこでね、しっかり、まあ、1位は取れなかったんですよですね、上位に入ってきたというところはね、素晴らしいんじゃないかなということで、13分20秒台ですね。まあ、あの展開でね、13分20秒台でまとめられるというところはね、恐ろしい留学生2人入ってきたかなというと同時に、まあ、ムツク選手もですね、13分20秒73ということで自己新ですし、キムタイ選手もね、13分20秒台自己新ということで、まあコンディションもね、結構夜になるにつれて上がっていったって、良くなっていったってことだったので、13分20秒台ここまで出てくるというところはね、本当好記録祭りだったのかなと。で、日本選手ね、学生トップに関してはですね、まあ佐藤圭太選手13分30秒ということで、少しね、前半というか、中盤、まあ、ほんと最後の一周、ちょっと手前ぐらいまでは、ちょっとね、遅いかなというか、目標タイムと照らし合わせて遅いかな、みたいな感じではあったんですけれども、最後のね、スパート合戦、ちょっとやっぱりね、前の選手が速くて、置いてかれてしまいましたが、13分30でフィニッシュということで、まあ、やっぱここからの課題としてはね、ケイタ選手もね、スパートのところをどう身につけていくかっていうところですね。そして山口選手がですね、13分34分95ということで自己新。非常に調子いいですね。まあ、3月末もですね、3000メートルではですね、7分57でしたっけ、出して、まあ、三浦選手が吉岡選手にも先着して、まあ、その前からもですね、かなりね、海外のレースだったりとか、まあ、日本選手権クロカンとかね、唐津10マイルとかもね、良かったりしましたよね。良かったので、非常にですね、いいな、いい、こうですね。非常にいい流れで来てるなというとこで、13分34。まあ自己記録ね、まあちょっとですけれども更新しましたが、今年はね、山口選手の年になる可能性も十分あるかなと楽しみですし、まあ伊藤選手もね、後輩に負けじと13分36ということで、ほぼね、自己記録のところで走ってきた。まあ先週のですね、石塚選手だったりとか、ルーキーで工藤新作選手、山崎選手に次いでね、早稲田勢5000メートルね、非常にいい形だなと思いますね。はい。で、石原選手も13分37で、吉居大和選手ですね、前半結構積極的に前
前の方で、まあ、外国籍の選手についていってということでしたけども、少しね、失速してしまって13分46。で、斉藤翔也選手がですね、最後ね、まあ、別の組ですけれども、スパート争いのところでね、まあ、ちょっと、やっぱね、力あるところ見せてくれたかなと。まあ、この間も7分台で走ってましたし、非常に楽しみな2年生かなというところですよね。まあ、山のね、激坂王のところで注目を見ましたけれども、普通にね、まあ、トラックレースとか、まあ、その他平地のフラットレースも強いと思いますので、期待していいかなというところですね。で、高槻選手が13分56秒10ということで、まあ、自己記録もあと少し迫るところですけれども、しっかり13分台でしたね。まあ、この斉藤選手とか高槻選手ね、行われていた、こう、昼間というか、午後のところではちょっと風が強かったんですけども、まあ、その中でもねしっかり13分台に入ってくるというのは素晴らしいなと。で、吉岡選手はですね、最終組ですね、さっきのエティリ選手とかベッド選手とケイタ選手の同じところで走ってたんですけれども、ちょっとね、中盤からついていけずということでしたね。まあ、大学ね、初戦というか、本格的な大きなね、こうレースというか、この間3000メートル走りましたけれども、グランプリとかね、非常にこうレベルの高いレースは初めてだと思うので、まあ、ここの経験を糧にしてね、頑張っていってほしいなと。まあ、まだまだこれからですからね。はい。で、山本選手、白井選手ということで13分台入ってきてました。山本選手はね、先週も13分台でしたし、非常にですね、安定して13分台出してきているというところは強いのかなと思いますね。で、白井選手も13分台というところですね。ちょっとね、まあ、13分台までの選手、細かく話しきれないんですけども、まあ、ざっくり上位のところですね、14分前半のところはこんな感じ。で、漆畑選手ですね、キャプテン。で、中原選手や村尾選手もですね、14分前半っていうところですね。で、この間ね、ザ・ミドルが良かったか、田中純選手もですね、14分15秒40という風になっておりますね。はい。という感じですね。であとは神奈川のね、1500メートルではですね、三浦龍司選手が2位に入るということで、最後ね、立澤選手に抜かれてしまいましたけども、前半ですね、本当に最初のね、400メートルというか、最初の100メートルからね、結構積極的に出ていって、ほんと1300ぐらいまでね、ずっと先頭というか、ペースメーカーについていくというところだったので、まあ、何かテーマを持ってね、最初から飛ばすというテーマを持って取り組んだのかなという感じでしたね。では続いてですね、世田谷の方をね、見ていきたいと思いますね、世田谷。いや、世田谷はね、もうこっちもね、暑かったんですよね。ちょっと時間がなくなってしまうので、さっさと撮ろうと思うんですけども、世田谷もですね、まだ1万メートルからちょっと見ていこうと思うんですが、1万メートルですね、明治大学のですね、森下翔太選手が28分、24秒84ということになってますね。いやー、これも良かったですよね。ちょっとね、世田谷の方はまだ全部間に合ってなくて、綾香月選手もですね、1年生で29分半ばとか出してましたし、まあ、他のね、明治の選手も良かったんですけど、一旦ですね、最終組だけ、ちょっと時間がないので、森下選手も28分24ですし、水上選手もね、29分17、そして、木村選手がですね、28分47秒ということで、またまたね、慶応大学記録更新、先週13分台出して慶応記録でしたけれども、今回もね、28分47ということで、慶応記録2連発、いやー、素晴らしいなと思いますね。で、安田選手、慶応もね、29分32ということで、自己記録出しているということですね。で、さっき言った通り、綾和樹選手ですね、明治大学のルーキーですけども、まあ、結構ね、まあ、まだここは練習の一環だと思うんですよね。まあ、そんな出し切ってって感じじゃないと思うんですけど、29分半ばで走ってきたりということで、まあ、明治もかなりですね、まあ、今回最終組しか乗せれてませんけれども、1万メートルはいい形なのかなというふうに思います。そして3000メートルですね、に関しては、安原選手ですね。神奈川の方ですね、そこで名前はあったんですが、そっちは欠場してこっち出てくるという形でしたね。まあ、ただね、8分4秒57ということで、ちょっと風がある程度あったような感じなんですけども、そこでね、1着取って8分1桁ということなんで、まあ、もうね、早く13分30切りのところを狙っていってほしいなと。並木選手もですね、8分5秒。いや、素晴らしい。8分5秒出せるので、で、1メートルも28分16なので、まあ、5000はね、13分台出るでしょうと。まあ、学生ハーフもね、もう4位入ってますしね。まあ、13分台はね、どっかで出してくれるんじゃないかなということで、東農大ね、まあ、何回も話してるんで、こう、詳細活用しますけども、いい形でね、春、まあ、学生ハーフからね、流れ作れてるんじゃないかなと思いますよね。はい。で、吉中選手も素晴らしいですね。はい。3000、5000、同日に出場して、世田谷でね、2つ出場して、8分1桁と14分10秒ということなので、まあ、かなり、この選手もね、今後収録というか、中核になってくるかなと思いますよね。まあ、1500も自己新でしたし、1万も28分台ということでね、絶好調かなと思います。で、木山選手もですね、8分10秒68ということで、まあ、木山選手はね、去年14分1桁出したりとか、まあ、山下り候補だったりとかね、結構ね、注目はあったんですけども、駅伝はね、出てこずということでした。ただやっぱ力がある選手、まあ、しっかり箱根駅伝のね候補になっているぐらいなので、まあ今回はね、勝てにというか、
トラックもね、もう早く28分台見たいですよね。28分台出るんじゃないかなっていうところで、まあ同期のね、伊藤選手だったりとか、山川選手がいたりってことですけれども、ね、啓太選手もいますけれども、木山選手もね、注目かなっていうところです。で、東農大の深堀選手が8分17、庄司選手が8分18ということで、主に8分20秒もね、ざっと乗せていますと。そして最後ですね、5000メートル。唐沢匠選手、ついに復活ということで、大学2年生ぶりのね、レースですね。トラックで言うと、本当に1年半ぶりぐらいなんじゃないかってぐらい、久々のね、レース。全然ね、お姿、試合では見なかったので、まあ心配だったんですけども、ついに復活13分50ということで、13分台で帰ってきましたね。いや、いきなり13分台復活というところはね、さすがかなと思いますし、まあまだね、本領発揮ね、全開とは言ってませんけれども、きっとね、いやー、よかったですよね。本当に駅伝ファン待望。本当に石原翔太郎選手がね、長期離脱から復活した時もね、盛り上がりましたけども、今回もですね、大盛り上がりだったのかなというところですね。早く映像見たいですよね。で、花尾選手も13分56というところですし、まあ、この2人、5000メートルではワンツーということで、8組ね、世田谷記録会5000、8組の1位、2位と、まあ、実業団選手も抑えてのワンツーということで、さすがかなと思いますよね。はい。そしてね、國學院勢もね、まあ、13分台にならなかったんですが、まあ、1年生がね、こう、アトムラ選手、野中選手、辻原選手、そして吉田選手がね、自己新というところで、自己新ね、いいですね。まあ、本当にアディダスのね、3月末の5キロレースからね、ルーキーね、素晴らしいですよね。で、味方選手もね、そんな好調なルーキーに負けじとね、しっかり学内トップに入ってきましたし、村上選手もね、アディダス5キロからね、いい形で調子上げてって、16分1桁という形で、稲森選手もどんどん自己記録をね、伸ばしていってということで、まあ13分台がね、ならなかったんですけども、非常にね、14分前半の記録が連発というところでしたね。はい。で、あとはですね、14分20秒であるんですよ。田中選手がですね、まあ、アディダスの時は、5km の時はですね、14分40秒ぐらいだったんですけど、そこからね、記録も上げてきて、14分26ということなんで、まあ、都大路、7区区間賞の選手も上がってきているという形ですね。ちょっと全員細かく話してるとまた時間なくなっちゃうんですけども、またね、前半は、上位の結果はこんな感じかな、というふうに思います。まあ、今日はですね、非常にもう高記録連発な、何より、やっぱ唐沢選手がね、帰ってきたりとか、まあ、2週連続高記録の慶応大学勢とかね、早稲田もそうですけれども、そして明治もですね、ルーキー綾選手筆頭にですね、森下翔太選手とか杉選手とかね、いやー、いいな、熱いなというところでお届けしていきました。